昨日、政党名が NHK から国民を守る党になりました。えー、我々は NHK に関するまあ仕事はですね、しっかりしておりますので、そういったことを説明したいと思います。はい、皆さんどうも参議院議員の浜田聡司でございます、えー。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。えー、昨日、えー、国政政党名がですね、はい、政治が女子48党から NHK から国民を守る党へとなりました。まあ、それに伴ってですね、参議院というの会派名も、えー、政治家女子48党から NHK から 国民を守る党になりましたとということで、まあ、まずとりあえずそれはそういうことなんですけれど、まあ、そのことをですね SNS でまあ書いたときにですね特に Twitter 今,ツイッター、まあ、今は X という名前ですけれど、まあ、好意的な、ね、コメントはたくさんいただきましたどうもありがとうございますで、まあ、それに加えてですねちょっとよく分かっていないなという方からですね、まあ、いろんなコメントがあったわけでございます、えーまあね、あの名前が変わったんだから、まあ、あの態度で示せ行動で示せなどの、ねえー、ことを を書いている人がいたんですけれど、いやいやちょっと待ってください。と、あなた方は何を知っているのですか？というところになります。えー、ま、あのもちろんね。あの我々がやってきたことをですね。我々がしっかりとまあアピールしていないというまあ、アピールがね。足りないというところもまああるとは思います。ということで。まあ今回ね。こういう動画をまあ。 作っているわけなんですけれどということで、まあ、我々はね結論から言うと、まあ、しっかりとまあ結果を出してきましたし、えー、今後もですね、まあ、引き続きまあやっていきます少しずつねあの国政の方はまあ動いていると動いていくと、えー、まあ動いていっておりますということをですね、えー、まあお伝えしたいということで、えー、まずですね、えー、我々の 政党としてはですね、まあまあ、透明変更は、ね、いろいろとあって、今は NHK から国民を守る党に、えー、まあ戻ったというところではありますが、まあ、NHK に、ね、受信料を支払いたくないという方のまあ支援はね、あのしっかりとまあしているわけであります。で、まあ、数年前まで非常に問題であったもう悪質な集金人というのはですね、もう 激減しているわけですね。えー、まあ、いろいろとねあの、まあ、我々もね、国会でいろいろ訴えたというところもありますし、立、ま、花、あ、党首自身がですね、まあ、以前の前のね、NHK の前田会長の自宅まで行ってですね、あの、はい、就勤人がね、あの、 ひ,ひどいことをしてるぞということをですね、まあ直談判しに行ったというのもあってですね、2020年の12月にですね、前田会長が、えー、まあ、集金人、まあが、委託業者のね、集金人という制度はもうほぼね、廃止するみたいな、ね、ことをね、えー、おっしゃられてまして、まあ実際にね、それが形になって悪質な集金人というのはね、もう激減したと言っていいわけでありますと、 いうことまずねその、それをまずご知っていただきたいということであります。で、えーまあ、我々はですね、ま,あ、まだまだまだですね、集、ま、金、あ、人はとり、ね、あえず亡くなったわけではないわけですので、えーまあ、そういう、ね、あの方々に対するです、ねまあ、サポートのため、そして、まああの ちょっと、やっぱり NHK の受信料の不払いの仕方、ちょっとよくわかりませんという方のためにですね、コールセンターを開設しております。はい。東京0336960750、東京0336960750がですね、コールセンターの番号になりますということで、まあそういうことも、ね、しっかりとしておりますので、と。 いうことでございます。で、まあ、ちょっとね、あの画面の方を切り替えます。はい、えー。こちらがですね、まあ我々の党がですね、まあ作っている、まあウェブサイトですね、NHK 受信料支払わない方法のを教えるサイトになります。まあ初めての方はこちらとかね、えー、いうように、まあ、まあ、あの、そういう方のため向けに、えー、いろいろとね、あの、情報がありますので、まあぜひね、 見ていただければと思います。はい。テレビをお持ちの方、テレビをお持ちでない方、あだなども、一応ね、ケースごとに分けているということであります。はい。えー、ということで、あとね、あの、裁判、もしね、NHK、 の受信料をね、不払いし続けているとですね、裁判になると、NHK がね、裁判してくるということもありますので、そういった際のですね、サポートもしているというところでございます。一応ね、注意事項なんですけれど、もっと早く言っとけばよかったんですけれど、一応ね、NHK の受信料を不払いする際にはですね、我々は、 NHK と契約をした上で、えー、不払いしてくださいとお伝えをしております。えー、というのもですね、まあ、契約をすることで、まあ自己、